今日の特集は今シーズンが始動したサッカー J2 ファジアーノ岡山の毎年恒例の超過酷ウィンターキャンプに密着しました。舞台は瀬戸内海の無人島。長澤監督の新体制のもと J1 昇格を目指すチームがキャンプで得たものとは。私の使命というのは最後のアタックの、具体的に言うと昇格という形になります。今月15日、ファジアーノの選手たちが降り立ったのは小豆島沖、瀬戸内海に浮かぶ桂島です。電気も水道もない無人島で、6つのグループに分かれて4日間のテント生活。さらに最終日には、イカダでの自力脱出という試練が待ち受けるサバイバルキャンプです。到着して早々、グループを離れ島を散策しているのは新加入した元日本代表の梶明選手。イカダの資材集めです。機動力は僕がやって、はい、なんかわけわからないテントとかはもう任せる。ここで頑張らあかん。新加入の選手にとってはチームに溶け込む絶好の機会です。そうや。もう一人の元日本代表で岩政大輝選手はベテランらしい落ち着いた構えでキャンプに臨んでいました。シーズンの始まりはいつも違うんだよ。別にね、先入観なく入ることが大事ですから。得られるもんなんて得られてから考えますよ。岩政選手のグループは他のグループにテントを張るスペースを取られてしまい、仕方なく茂みをかき分け奥地に向かいます。荷物頑張って運ぼうか。よし、決定。リーダー。過酷な状況で寝食を共にすることで選手たちの連帯感を高めるのが毎年行われているウィンターキャンプの目的です。うまっ。しかし何度も経験してきた選手は今回これまでとの違いを感じていました。あ、うまいわ。自由度がね、増してるんで、自分たち次第で快適にもなるし、その過酷にもなるんで。通過システムじゃないですか、やっぱり。今回グループにはファジという架空通貨が配られました。限られた予算の中、食料やイカダの資材などを自分たちで計画して運営本部から調達します。4日間を耐えるには足りない計算で、期間中に行われる3つのコンテストで優勝すれば資金が獲得できます。各グループで何に力を入れるかは様々。岩政選手のグループは地図を頼りに対岸へと向かい、唯一釣りに挑戦しました。おお、フグフグしか釣れねえじゃん。カサゴゲットしました。カサゴ3匹と岩場の貝。炊き込みご飯を作り、ランチコンテストでの優勝を果たしました。一般です、はい、こうした取り組みを通じて選手一人一人の自己解決能力を高めるのが新指揮官長澤監督の狙いでした。よろしくお願いします。なんていうかな、頭の体力っていうか、ね、なんか役割パパパッと決めてああやって動けるといいですね。グラウンド中も瞬間的に役割決まってね。3日目、各グループがイカダ作りを始めました。ムードメーカーとして盛り上げながら資材集めに奔走した梶選手。すでにチームメイトからの信頼を得ていました。梶さんがいいよ、一番働いてるもん。俺マジ情けないです、自分が。いや、もう負けるよ。本当28歳、35歳でこの差。いや、もう本当申し訳ないっす。いや、こちらこそ、ありがとうございます。ありがとうございます。岩政選手も若い選手に指示を出しながらイカダ作りを指揮します。分かる、ここ結んで下を上で何状態させます。上通す。い
岩本さん大丈夫ですか。大丈夫だよ。大丈夫だよ。こいつがやったら俺にやらせる。だって何歳さよ。しかしイカダ作りは全員が初体験。梶選手が試乗すると。すぐに硬いロープで補強します。作業は日没間際、納得いく出来になるまで行われました。結構安定性ありますね。間違いない間違いない。これはしちゃいける。これはしちゃいけるよ。最終日、いよいよ出発です。目指すはおよそ250メートル離れた隣の島です。果たして無事に渡れるのか。岩政選手のグループが最初にスタート。途中潮の流れが強くなかなか進みません。それでもオールを漕ぎ続け、20分後。やったー！やったー！イエーイ！続く梶選手のグループもゴール。勢いで飛び込まなかった。寒すぎる。見事全てのグループが脱出に成功しました。手にしたのは何が起こるかわからない自然を相手にしても屈しない強靭なメンタル。それこそが激戦のリーグを勝ち抜くための最大の武器となります。まあ普通に1週間過ごすよりも、チームメイトにより慣れたかなと思いますけど、まあなんかうまくいったキャンプだったんじゃないかなとは思いますけど、今年は何としてもやらねばならないと同時に、いけるという確信を持ってここからスタートしていきたいと思います。悲願の J1 昇格へ、新たな力を手にしたファジアーノが走り出しました。